1万円で食料取り分けるぞ。マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん、今回はですね、宇宙一のクレーンゲームセンターエブリデイ取ってき屋さんに来ました。で、今回はですね、こちら1万円で、はい、このクレーンゲーム実は全て食料なんですよ。はい、ということで今回はですね、このエブリデイ取ってき屋さんで1万円で一体に何日分の食料を確保することができるのかということでやっていきたいと思います。むしろ1ヶ月分ぐらいもしかしたら1万円で取れちゃうかもしれないななんて思っているんですけど、果たして皆さんどのぐらい取れると思いますか？ということで早速1万円で食料を取りまくっていきたいと思います。じゃーん、ということで1万円両替してきました。すごいたくさんの100円玉ですよね、これね。食料に変わるんですよ、これが。ということで、まあ早速取っていくんですけど、結構ね、バラエティーに富んだそういうクレーンゲームが本当たくさんなんですよ。まずこちら、やばくない？タイガポーがクレーンゲームで取れちゃうってことで、早速ちょっとね、なんか食料っていうよりね、デザートって感じですけど、パイナポーを取りたいと思います。重いところを狙ってやった方がいいね。ここでストップからの、こんぐらいかな、開いてからのぐるんとパイナポーを囲んでほしい。いけ、全く動かなかった。でね、気づいたんですけど、ここ3ボタンを押すと途中でこうクレーンが止まるよっていう、その途中で止まるクレーンをうまく使わないとこのパイナポーを多分取れないんだと思います。ここら辺でちゃんと止めるね。 OK、 どうだ、ちょっと早かったかな。おー、もう少し地面とのギリギリでやればゴローンいきそうな感じがするんで、もう一回とりあえずやってみよう。多分ね、これ取れる。こっちのパイナポーの方が小さいからね、小さかったらいけるんじゃないか説。やっぱね、パイナポーはね、水含んでるから重いんだろうね。はい、来ました。どうだこれで。やめよう、1万円使って何も食べれないことになる。これなんか僕じゃ取れなそう、やめよう。では続いてこちら、長崎の皿うどん取りましょうか。これはね、絶対もううまいから。よし、でちゃんと開きを確認して、あー思ってたよりアーム開いたね。からのグイッと、ほい。あー今ね、僕ちょっと下手だったんですけど、それでも結構ね、物皿うどん動いたから、これはねちゃんと取れそうですね。結構手前めで止めると。やべ、手前すぎた。あ、うまい、これはうまいんじゃない。いい、ギリギリ具合でいきました。グイッと、おお。まず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 、うんうんうん、悪くない悪くない。どうだ、いいよ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 。お、うまい、これはうまい。どうだろう、おっしゃー、次でいけるかな。よっしゃ、いった、いきますよ。これはもうギリギリ、うまい。からの、くるか、来い、さらうどん、よいしょ。1個目さらうどん取れました。それでは続いてこちら、ポケットご飯鶏飯ね、取ろうと思うんですけど、皆さん衝撃、こちら賞味期限切れ商品、2021年3月21日。いや、結構過ぎてるな。うん、ちなみに3月21日、僕の兄ちゃんの誕生日。全然関係ない。よし、取っちゃいましょう。ただね、こういうね、パック系は賞味期限切れても大丈夫だから。うん、いけるいける。
ちゃんとグイッといって、あ、やばい、ちょっと手前すぎたかも。あ、うまい、いける、取れてほしい、簡単に、よっしゃー、取れました。もうさ、賞味期限過ぎまくってたからさ、持ってってください並みのも簡単さでしたね。はい、よし、2つ目ゲット。では続いてはね、こちらの安心米鶏そぼろを取りたいと思います。これも賞味期限切れてるらしいから、一発で取りたいよね、正直賞味期限切れてるのね。いきます、よし、これで開いて、ちょっといや、やりすぎたかな、思ってたより開いたんだけど、うわー、ちょっとね、そのね、初見ってむずいんだよね、開き具合わかんないから。あ、やばい、やりすぎたかも、大丈夫かな、あ、大丈夫大丈夫大丈夫、よしよしよし、いい具合、ギリギリ攻めて、よっしゃー、安心米。で続いてこちら、クレーンゲーム食堂カレーを取りたいと思います。これエブリデイ限定ということで、いや正直カレーはサクッと取りたい、なんかね、カレーはね、沼にはまると本当に時間かかるから。あー、やらかした、あー、思ったよりも開きません、これ、もうちょっと奥だった、アームが開かないタイプです。うまいんじゃない、お、絶妙、これはうまい、おお、次でうまくいったら取れると思うんだよね、これ。よし、クレーンゲームでカレーを、これだいぶ寄ったね、取れるかな、よっしゃー、取りました。どんな味だろうね、限定のこのクレーンゲーム食堂カレー、ちょっと楽しみだね、食べるのね。続いてこちら、北海道産のカニだし醤油ラーメン取りましょう。これもね、一発目がね重要、アームの開き具合を予想して、このぐらい、あ、いい、で右に寄るの、あ、意外とこのアームは寄らないな、いけ、お、これはいけるんじゃない、もうこれ取ったも同然でしょ、あ、やばい、やりすぎたかも、ちょっとでもね、ちょっと右に、あー、ちょっとでも逆にいける、何の逆か分からないけど逆にいける、うん、逆にいけなかったわ、今のはねちょっとミスですから、次でいっちゃいます、絶妙、あー、これいったわ、おりゃ、よっしゃー、カップラーメンゲット、北海道だからね、なんか美味しいんじゃないかな、楽しみ。ということで、残すところあと1000円ちょっとになりました。で、ここでリベンジ戦を行いたいと思います。こちら、カイナポーね、ちょっとこれはね、なんか最初取れなかったからちょっと取りたい、500円入れていきます、パイナポー、よーし、取るぞー、で、途中でいい形で、よし、止める、で、転がってくる、パイナポー、おお、めっちゃ回るやん、これ500円かかんないかもしんない、パイナポーからの、ここらで止める、すくうようなイメージって店員さんが言ってました。おお、これはリベンジ戦いけるぞ、せめてしっかり動かしていく、よし、どうだ、いけ、よっしゃー、パイナポー、取ったぞー、パパパパイナポー、パパパパイナポー、
パイナポー、ポポポパイナポー、やりました。で、続いてこちら青い富士山カレーも取りたいと思います。これね、前回食べたらね、美味しかったんですよ。だからこれも取ってやるぜ。どうだ、ギリギリを攻めて、いい、これはいいんじゃないでしょうか。ドン、おお、前回苦労したもんな。取れるぞこれ。取れてほしい青いカレー。あ、ちょっとひよったけど、でもいけるんじゃない。うっそ、ま、次確定取れますねこれね。もう手前で取れちゃいます。おお、オッケー、青いカレーもゲット。ということで残り500円になりました。で、佐藤のご飯をね、最後狙いたいと思います。というのもカレーとか中華丼いっぱい取ったけど、ライスがないんですよ。だからちょっとライス狙いでいきたい。さっき取ったから。おい、下手くそすぎるやろ。ちょっと待ってくださいよ。あー、もうちょっと攻めた方が良かったかな。いけ、悪くない悪くない悪くない。寒いかなこれ。行ってくれ、ちょっとでも動いて。お、思ってたよりいい。手前押しできる気がする。手前押しにかける。じゃあこれで最後取れろ。さあ、おお、やったー、最後に飽きた小鉢取れました。終わったと思ったね。いやー、よかったよ。ということで1万円終了。果たして何日分の食料が取れたんでしょうか。見ていきましょう。じゃーん、ということで1万円でこれだけの食料をゲットすることができました。いや、結構取れたでしょ。で、今回ね21個取れました。いやー、これね、かなり僕ね、うまくなったなっていうのをね、自分で実感したんですけど、果たしてこれ何食分だろう。僕のなんか普段食べる量でちょっと換算していくと、1食分、2食分、3食分、まあ、9食分、まあ、なんとなくざっくりなんですけど、まあ、大体9食分ぐらいお菓子も含めてあるので、まあ3日間分ぐらいの食料はこれで、まあ、ゲットすることができたんじゃないでしょうか。まあ、ただね皆さん、僕はね、まあ薄々気づいてましたよ。1万円あったら2週間いけるぞ自分で調理したら。まあね、そういうね、コスパだけじゃなくて、こう楽しみながらね、こういうね、お菓子などもゲットできるっていうのがクレーンゲームの良さだと思いますので、ぜひですね、皆さんも挑戦してみてください。この富士山カレーもね、両方食べるの楽しみですね。特に赤い方、もう辛いの好きだからめっちゃ楽しみです。はい、ということで今日も皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった皆さん、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしくお願いいたします。ということで、以上、マッソ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。